袋が大好きだった。俺はお袋が泣いたり怒ったりする様を一度だって見たことがない。だからどんな嫌なことがあってもお袋のそばにいると忘れることができた。俺だけじゃない、ユズもカリンも親父だってお袋が大好きで。原因はわからない。でも俺を助けようとしてああなったのは明らかで。